青色 LED が超かっけえじゃん。俺俺様かっけえやつ。いやー、ツーリングポイントさんごちそうさまでした。あのね、雰囲気がね、超アットホームでいいよ。ご主人もそうだし、ウェイトレスのお母さんたちもね、すげえ気さくっていうかなんていうのかな、ほんとね、バイカーを温かく迎えてくれるっていう、そこがね、何よりだな。すげえ雰囲気いいな。それに尽きるな。ありがてえ。単車乗りとしては本当にありがたい。あんな店あったんだね。本当知らなかった。バイク専用駐車場とか本当ね、素晴らしいですね。この道、行き方は本当覚えとこう。忘れないようにして。で、今度ね、ミーティングで使わせてもらおう。いいよ。東京都内だしさ、みんな来やすいでしょ。オートバイの駐車スペースもあり。で、自分の家からも、そんな遠くなく、OKOK。この DVD、ビデオ鑑賞を過ぎたら、すぐ左。覚えとこう。自分の家から、まあ1時間ぐらいで着くから、ちょっとしたツーリングコースっていうかね、ちょっと単車走らせたいなっていう時にちょうどいい距離だね。遠すぎると億劫だしさ、わざわざこんなでかいバイク引っ張り出すのに、あまりに近くてもなんかっていうのもあるじゃないですか。それ考えるとね、1時間って素晴らしいな、ちょうどいいな。そしてすぐ埼玉の草加に入るというね、国道4号線。ちょっと3月の日曜日どっかで企画しようかな。今年一発目、とりあえずみんなでお茶しようっていう会を。いいよね。そうしよう。ちょっと LINE のメンバーと日程調整しよう。そうしよう。そんであれか、婚活パーティーの話か。もうほとんどどうでもいいと思いますけど、みんなね。一応もう途中まで話したので、最後までもう話し切っちゃおうと思いますけど、結局そのパーティーでね、マッチングっていうのは途中の中間インプレッションもありますし、まあ、マッチングしやすい仕組みにできてるんですよ。第三希望まで最後申告できたりとか、まあ、極力向こうも商売ですから、マッチングさせないとあそこ行っても全然進展ないって言われたらもう商売上がったりですから。でその場でのマッチングは俺もしたんだよ。したの。だけどもそれはあくまでもきっかけであって、そっから実際にお付き合いするところまで行くかどうかっていうのはまた別の話。男女の中っていうのはそっからですからね。そっからがね、やっぱね、難しいの。向こうが気に入ってくれてても俺のことを、俺が、んー、まあ、まあ、やっぱ、ごめんなさい。っていう時もあるし、っていうかあったし、俺がまた今後もお付き合いすることを望んだとしても、向こうは、うん、もうその時の空気から、あ、もうこれはダメだ。拒絶されてるっていう時もあったし、まあそういうことなんですよ。難しいんですよ。そのお見合いはあくまでも、お見合いっていうか、その婚活パーティーはあくまでもきっかけであって、そこでマッチングしたからってね、付き合いが始まるわけじゃないので、ちょっとね、そこをね、勘違いしてたのかもしれないね。彼氏がいない女性と知り合う場所っていうことでは、そのパーティーはとてもいいきっかけになると思いますので、出会いを求めてる方は行ってみてもいいんじゃないかなと思いますよ。本当に参加者は結構本当可愛い子多いとは言わないけどいますから、きっとあなた好みの女性にもしくは男性に出会えると思いますので、ぜひ行ってみてください。俺はもう行かない。俺はもう行かないです。なんでかっつうと、好きな人ができたから。
まあいいじゃん、まあいいじゃん、この話はまた別で長くなるから。